時女かは、仙台旧児本儀に伝わる古代日本の皇族。第十五代王神天皇の彦で、つくしべえた国造の子孫とされる。日本初期、古事記に記載はない。仙台旧児本儀、国造本儀によれば、第十五代王神天皇御子の地、沼家二又大の地、古事記、若沼家二又王の孫にあたるとしており、王神天皇の彦にあたる。上、時女か王母廃所か。 他の移転古墳の模型簿は、宮内庁により、佐賀県宮城郡上峰町防所にある時、女家応募に事情されている。遺跡名は、上野美宇塚古墳。古墳は、前方公園墳で、前方部を西に向ける。墳球町は49メートルで5世紀の築造と、推定されるが、埋葬施設は明らかでない。墳球表面からは、埴には、吹き石が見つかっているほか、 墳丘周囲に修行が巡らされたことが明らかとなっている。昭和18年に、宮内省によって、時女川王の墓に自情された。一帯の丘陵地には、メタバル古墳群として、大塚古墳、古い成塚古墳、稲荷塚古墳、塚山古墳、氷炭塚古墳、胸塚古墳、横田南古墳等が存在していた。しかし、昭和17年から18年の、 メタバル飛行場建設に伴って破壊され、上野ビューツカ古墳の北側に設けられた、墳球模型に改装されている。なお、これら古墳群の近くには、吉野狩遺跡がある。仙台球児本里、国造本里では、次の国の宮津湖が光栄として記載されている。上野ビューツカ古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。